おはようございます。昨日に引き続き、今日もとても穏やかな日ですね。今日はガラコ日和ですね。カナダの冬はね、結構厳しいんでね、雨とか天気悪い日が多いんで、しっかりコーティングしてあげると、フェストちゃんね、快適にドライブするために必要なんでございます。なんでこれ旅の途中でもね、使ったんですけど、ドン・キホーテかどっかで買ってきたんですよ、日本でね。ガラコちゃん、これ名作じゃないですか。だって俺が車乗り始めた時もうすでにあったからね、この子は。でみんなガラコっつってて、まだガラコだからすごいな。ケミカルリクエットスーパーワイパー、スーパーケミカルですけど、多分知りません。なんでこのクエストちゃんにスーパーケミカルのコーティングをしてあげるという感じでね。誰かなんか自然素材でこういうのを知ってる人だったら教えてください。今薬漬けっすね、クエストちゃん。こんな感じで一つだけ非常に楽ちんなもんでございます。なんか今日の夜とか明日からね、トロピカルストーム警報出てるんですよ。これで大丈夫でしょう。大体こんなもんで OK かなと。クエストちゃん、これで冬の準備少しできた。本当は外海もね、きれいに仕上げようかなと思ったんですけど、毎日雨なんでね、ちょっと拭いてあげようかな。すごい地味なんですけど、この食器用洗剤と食器用スポンジのふわふわの方を使って、地味にこうやってやって、少し虫さんをね、きれいにしてあげるっていうのがクエスチャンにできる原の最後の使命かなと思います。それで冬も頑張ってもらうと。まだ壊れないでくれって思ってるんでね。こんなところで壊れたらどうするんだろうな、車ね。まあ、そんな感じで地味に掃除します。ちょっとね、全部の映像に残すにはあまりにも時間かかりそうなんで、このビフォーアフター的なことだけ。なんでこの部分すごい虫、これはもうカナダの横断の西から東の横断してきた間の虫たちがここにべっとり張り付いてるわけでございます。ね、その子をきれいにします。なんできれいにした後にもう一回、はい、これビフォーアフターのアフターなんですけど、ちょっとあまりにも虫のしつこさにですね、途中から研磨剤ついてる方の方でこすったら、車自体になんかコーティングされてるのまで多分ちょっと削っちゃったんですね。だからね、綺麗にはなってるんですけど、うっすら白く なっちゃった。でもね、虫はほとんど取れましたよ。あまりにもしつこいやつはもう多分この車から離れたくない虫だということで諦めました。まあ、そんな感じで旅でね、すごい頑張ってくれたクエストちゃんを少し綺麗にしたというだけの話です。こんばんは。ですね、今ね、近所のね、おば様がですね、急に来て、取りに来いって言ってくるんですよ、とりあえず。有無を言わさず感じで、取りに行かなきゃいけない状況な感じだったんですね。だから行ったんですね、家に。近いから。今すぐ来いって言うから、行ったら、もうとんでもねえ量の 棚とか、なんか食器とか、なんかよくわかんない、暗くて見えなかったんですよね、よく。で、それをね、ひたすらね、渡されて、今、積んで 帰ってきました。それが、これです。見てください。ね、これ、この車の後ろ全部パンパンになるほどの棚と段ボール。なんかね、何とかも言ってくれなかったんだよね。で、今度 TV 来るからって言われて、テレビもくれるって。どうしたらいいんだろう、これ。ノーと言わない日本人、もうそろそろノーという時が来たのかと。ねえ、まなみさん。だってさ、有無を言わせないんだよ。だって何だかわからない箱を、これとか何が中に入ってるかわかんない、ね、これもね。これもだけど。棚は見てわかるけどさ、他のものとか何一つ何が入ってるのかわからないまま僕もらってきちゃいました。っていうボナビスタライフです。
原田のボナビストライフ盛り上がってまいりました。はい、今ですね、全部もらったものをですね持ってきました。すごいんですよこの棚とかで、一番すごいのがこの食器類というかこれで本当にすごい量なんです。すごい量の食器を段ボールに入れて渡されました。生活用品すべて揃います。もらいもんで、おもちゃ、そんなボナビスタ、おもちゃ、ハラダウス。おはようニコ君。おはよう。スクールバスだね、うん、昨日バス置いてかれって言ったからな、今日早めに行こう。こんな天気がいいけど今日やべえらしいぞ天気。なんかあれだな、普通の生活になったの2個だけだな。ニコくんをね、学校に送って、学校にじゃない、バス停までね、送ってきました。ちょっとね、楽ちんになりましたね。車で送らなくて済むっていうんで。でね、帰ってきたらね、弁当を忘れてってんだよ。後で届けに行かなきゃだ。ハラダウス。ボナビスタライフを送っております。サラダです。無職です。仕事ありません。9月23日ですね。なんかね、近所の人たちがね、ご厚意でね、いろいろ持ってきてくれるんですよ。この前もね、夜来ていきなり。この、洋服ダンスっていうんですか?これをね、いただきまして。まあ、ありがたいですよね。何にもないんでね、収納とかもね、全部作ってやろうと思ったんですけど、こういうのがあれば、もう、省ける作る手間がね。でも、ちょっとね、色が少しね、暗いかなって思うんですよ、僕。せっかくいただいたんで、使いたいんでね、ちょっとリメイクして使おうかなって。思いまして、でまあ何色にするとか何も考えてないんですけど、とりあえずこの茶色い塗装を剥がしてちょっと明るくしてみようかなと。あとこのとってもなんか金なんですよね、なんですか。これ一回外して一回綺麗にしてみるっていう、全部サンダルビーってやってみようかなって思うんで、そういうことをするっていう回です。よろしくお願いします。ちなみにね、この棚も一緒にくれました。これはね、工具の棚にしました。ちょうどいいです、これ収まりがいい。まずこの取っ手をね外して、これ懐かしくないですか、こういうの。こういう感じでこれで削れやすいと、全部取っちゃう。よし、全部取れました。これであとはこの塗装をビーッと剥がしていくと、まあ、メガネ、使えないメガネとマスクしてメイクです。ほら、結構速攻綺麗になる。これもうこのままでもいいんじゃないかな、綺麗にしたら。水終わった。ここをどうするかなんだよな、とにかく。これどうしたらいいんだろう、これ取れないのかな。これ削るの時間かかるしね。これね、余裕で取れた。今ね、マイナスドライバーこさしてね、ハンマーでちょっと叩いたんですよ。そして速攻浮いてきた。あ、取れた。はい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 。すごいピッチリなんですけど、こんな3個の細い釘だけでわかんないですけど、こんなんで固定できるんですね、しっかり。取っちゃいます。引き続き削り作業に。今ね、最初にあった引き出し全部削り終わりました。でね、取ってどうしようかな。これもね、金のコーティングされてるの剥がしたら、まあ、これの色と一緒になるんですよね。それで合わせてもう一回つけるのか、なんか新しいの作ってこういうくっつけるのかっていうのも悩ましいところ。そんなことより問題は、でかいあの本体を削らなきゃいけないっていうことですね、今から。そいつやっちゃおうかな。これでかい。面積で言ったら今さっきやった引き出し分。いや、このね、薄いベニヤのところを削ろうとするとビビリ音つうんですか、チーッチー音で超うるさい。どうしたらいいんだこれは。とりあえず保留にしようかな。これはこういうデザインで。はい、今ね、ちょっ
そういう削りをした。はめてみようかな。まあこんな感じですかね。なんでもないちょっと薄汚れたタンスになりました。塗装は剥がれてるんですけど、やっぱり綺麗には見えないですね、これじゃあ。なるほど、なるほど、なるほど。黒ずんだ感じとかどうやって直すのかな。新たね、ちょっと思いついちゃいましたよ。これ綺麗にザーンってもうちょっとね削ったらね綺麗になる。この子たちはきっと、いやちょっと面白くないなと思うからちょっと遊ぶ。この取って今ね削ったんですよ、綺麗に。この子ね、でちょうどね変な色のね薄緑みたいなねペンキがあるんですよ。それでこいつ塗ってワンポイントにするっていうのはどうだろうと。はい、今ですねこの家具をくれたおばさまがですねまた来ましてですね今度はねとんでもね量の椅子とでかいテーブルを持ってきて、さらにこうブランケット、コップ類、今度はねシリアルとかね缶詰とかそういうなんかドネーションされてる。どういうことなんでしょうこれは。そしてね頼んでないんですよ家具いらないって言ってたんだよリスト書いてくれって言われて、必要なものの別にリスト書いてないんですよまだ。何で必要でしょとか言ってすごい持ってくる。でノーとは言わない日本人をこう貫いてるので、ありがとうっつって受け取っちゃったんですけど、どうなってるんでしょうね。あのねダブルベッドがどうとかとかベッドの話してたのさっき。ベッドは入らないって言っといたんですけどね、多分ですけどまた来るなぁと。優しい人が多いボナビスタでございます。家具は買わなくても揃います、もちろん食器も。はい、今せっかくなんでね試しにねいただいたテーブルをキッチンに置いていたんですけど、狭これねでかすぎる。これでもね短くしてるんですよ、ここの間を。なんか長く使えるやつで立派なテーブルっすよ。ダイニングテーブルとかなのかもな、普通の人ん家だったら。しかし狭いんでねここね、まあ、まだ考えるということで、とりあえず置いときますこのまま。おばさまがねいろいろ持ってきてくれたんで、それの片付けしておりまして、まあ、あっちの荷物は後で何とかするということで、とりあえずこの子をきれいにするっていうのが今日のミッションでございます。はいどうですか棚のねリメイクというか、本当はですね全部仕上げたかったんですけど、めんどくさくなっちゃいました。これだけ個性出して、あとはもう、しかもね全部削ってんのと見せかけて、これ削ってないですからね。こういうところも中途半端でございます。それが原田これでも随分見た目が変わるんでね、面白いっす。完成度はさておき、まあ、そんな感じで原田のもらったタンスリメイクでした。ちょっくら行ってみようよ。チャンネル登録よろしくお願いします。あなたが教えます。チャンネル登録よろしくお願いします